攻略本片手に108世を集めるアッキーミロです。はい、続きやっていきます。今回は群島諸国に向かいたいと思います。はい、エストライズの港に来ました。大きい船ですね。ポズさん、先に準備してくれてるって言ってましたね。おお、王子殿下、いかがですかな。俺が殿下にお乗りいただく外交船エルメラークです。すごい、オーケーやラフトフリートの船とは随分違うんですね。川船と外交船の差だな。さよう。長期の航海にもびくともせぬよう群島諸国の最新技術を導入して作らせた船です。イルバ島での快適な旅をお約束いたしますぞ。さて、出航準備もあらかた整っておりますが、いかがなさいますかな。行きます。すぐ出発するよ。ちょっと待って、行っちゃいます。はは、ではお気をつけて行ってらっしゃいませ。群島諸国施設との交渉の成功をお祈りいたします。ありがとう、ボッタン。群島諸国は元素世界で4ですね。なんか4で出てきた人物とかもいるのかな。でも100年前だからな。おじい、大丈夫？そんなに具合が悪いなら船室で寝ていればいいだろう。風に当たってないともっと気持ち悪くなるんです。こんなに揺れるなんてリオ、護衛どころじゃないだからな。海が嫌いになりそうです。ケオログ様はどうして平気なんですか。慣れだ慣れ、お前たちも慣れれば平気になる。こんなの本当になれるんでしょう。うわやれやれ、さりげなく主人公もウプウプしてる。お、到着したようですね。元素水光電4のことあんま覚えてないな。まあどっちにしてもね、まだやってない人も見たことない人もいるかもしれないんで、極端に4のネタを言うのはやめましょう。なんだかまだ揺れてるような気がします。陸に上がったんだぞ、少しはシャキッとしてくれ。あれを見ろ。立派やな。群島諸国連合艦隊機関リノエンクルです。リノエンクルです。これはさすがに覚えてる。過去の方にいたキャラの名前が使われてますね。これスカルド・イーガン提督以下艦隊式に向かう施設一行があれに乗っている。行くぞ。あ、待ってください。港にいる間は施設の皆さんも船を降りてるんじゃないんですか。町の宿屋を探した方がいいと思いますけど。お前まだ本調子じゃないらしいな。わからんか、向こうの方が妙に騒がしい。あ、確かにそういうことだ。行くぞ。リオンちゃん、船酔いが厳しかったようですね。失礼いたします。我ら女王国のファルーシュ王子殿下でいらっしゃいますね。イエス。え、スカルド・イーガン提督がただいま参ります。しばしお待ちください。どうして王子だって分かったんでしょう。群島諸国連合の提督の名は伊達じゃないということだ。これはこれは、ようこそ王子殿下。リオン殿、ゲオルク殿、群島諸国連合艦隊を扱っておりますスカルド・イーガンです。はじめまして、どうして分かったんですか。まあここはね、気になりますけど、まずは挨拶からいきましょう。いやいや、こちらこそ。安くしてさすがですな。
いきなり正体を言い当てられても動揺一つお店にならない。いやすいません、ただ単に礼儀を優先しただけです。楽しみにしておったのですが。まあこのまま黙っておるのも申し訳ありませんな。種明かしをいたしましょう。ありがとうございます。失礼ですが、今のファレナの状況は軍刀諸国連合でも多少は知られておりましてな、我々がファレナに着く前に殿下の側の誰かが来られるだろうとは予想しておりました。やりますな。そして皆さんはウィルド卿の船から降りてこられた。これは間違いないと思ったわけです。もっとも王子殿下自らおいでくださるとまでは思っておりませんでしたが、殿下はお母上によく似ておられる。一目でわかりましたぞ。提督、こちらへお急ぎください。わかった、すぐ行く。申し訳ありませんが殿下、少々立て込んでおりましてな。なぜここへおいでになったかは大体わかっておりますが、そのお話は後ほどゆっくりと。皆さんはそれまで宿でお休みください。では失礼いたします。この男できる。なんだ。なんか意味ありげに見てきましたけど、あれがイーガン提督ですか。民からは軍刀の守護神と慕われ、海賊どもからは海の魔王と恐れられている男だ。そうは見えんだろ。いえ、見えないことはないですけど。しかし立て込んでいるというのが気になるな。行ってみるか。なんか主人公にすごい愛着を持ってるような感じだったんですけど、実はフェリドのお兄さんとかなのかな。で、こう、甥っ子を見るような感じで、なんかちょっと頭撫でようとしてましたもんね。なんかあの女性もなんか意味ありげに見てたし、何かしらの血縁関係がありそうな気がしますね。王子、騒ぎが起きているのは、灯台のあたりみたいですね。どうしよう、その前に街ちょっと探索したいですね。またいつも通りちょっと宝箱を回収しながら、まあ気になる会話も見ていきたいと思います。はい、幻想水湖殿4が好きな人にはちょっと食いつくネタっぽいですね。リノエン・クルデスとは150年前の軍刀解放戦争の英雄で、時のオベル国王の名です。この人物の提唱により、軍刀諸国を代表する組織軍刀諸国連合が発足しました。以来、連合艦隊の旗艦は必ずリノエン・クルデスと命名されることになっているのです。いやー、いいですね。そう、幻想水湖殿シリーズのあの真の紋章は年を取らないっていう設定がありますけど、4の主人公とかもまだこの時代に生きてるんでしょうかね。まあ多分そこら辺はあえて語らないようにされてるから誰も真実はわからないと思いますけど。はい、宝箱発見です。ここにあります。声セット3を手に入れました。次の宝箱はここら辺にあるはずなんですけどね。あった、お船をゲットしました。なんだお船って。物がよくわからないな。あー、入浴装備か。なんかイベント入りました。あの人形フォーのキャラじゃん。海賊ブランド、このフレア様が来たからにはお前の野望も終わりよ。おのれオベルの出しゃばり王女め、よくもやってくれたな。だがこれで勝ったと思うなよ。次こそ俺様の力を思い知らせてやる。無駄なことはやめなさい。軍刀諸国は私が守ってみせるわ。いや、フレアもブランドも覚えてますね。あの、最後まで見てくれてありがとう。今の女性が声出してたのかな。すごいじゃん、特にブランドの方。
いや、多分声優さんは違うような気がしますけど。フレア様、すっごくかっこよかったよ。あの声聞いたら、だんだんお人形さんじゃなくて本物みたいな気がしてきちゃった。海賊ブランドの声も迫力あったよな。誰が出してたの？合わせてよ。全部私が、いや、すごいよ。嘘だ。だってあれ、男の人の声だったよ。フレア様の声もお姉ちゃんと全然違うよ。嘘ついちゃダメなんだから。きっとここに隠れてるんだ。いないよ。そんな。あれ、いないな。だから、そうか、こっそりこっちに逃げたのかもしれないよ。探そうぜ。わーい。そうか、まだこういう声の仕事は幻想水滸伝の世界では流行ってないんですね。違うのに。はあ。その場でご披露してあげればいいのに、緊張してできないのかな。なんか話が、とかばっかりですし。なんでしょう。私ですか？千里って言います。ご覧の通り、人形劇やってます。あの声、本当に一人で、すごい声色ですね。どっちがいいんだろう。ちょっと確認します。はい、なんか、素直に驚いた方がいいみたいに書いてあるんで、下で行きます。信じてくれるんですか？はい。私、子供の時から、いろんな人の声を真似するのが得意だったんです。だけど、どうしてか誰も信じてくれなくて、それは凄すぎるからです。そのくらいすごいってことですよ。今ここでやってくれませんか？やってほしいけど、明らかになんか緊張してできなそうな気がしますよね。一応もう一回確認、なんか書いてあるかもしれないんで。はい、特に何も書いてなかったんで、下選んでみようと思います。多分ダメだと思いますけど。ダメです。人形劇の役だったら、どんな声でも出せるんですけど、顔を見られてると、すごく恥ずかしいんです。でもいいんです。信じてもらえなくたって、子供たちが私の人形劇を見て喜んでくれれば、いい人だ。もう動ける。なんでしょう。人形劇、頑張って。僕たちの仲間になりませんか？なんか、今選んでもダメらしいんですけど、誘います。仲間って何ですか？ファレナの王子様だったんですか？失礼しました。だけど、そんな、ダメです。無理です。できません。私、何の取り柄もないのに、王子様のお仲間だなんて、お許しください。いや、そのね、劇で、なんかいろんなことを伝えてほしいな。お声をかけていただいたのに申し訳ありませんけど。やっぱり私、何にも役に立てないです。すいません。ごめんなさい。まあまた、勧誘しに来ますよ。東大に向かってたらイベント発生です。おや、殿下、こちらに来られましたか。殿下も騒動を放っておけないたちのようですな。それでよろしかったら事情を聞かせていただけませんか。うむ、そうですな。ベルナデット、ご説明して差し上げろ。はい。我々がこの港に入った時、偶然近くに海賊がいたようです。そいつらは我が艦の入港を手入れと勘違いしたらしく、あの灯台に立てこもりました。我々に対し、今すぐニルバ島から立ち去ると要求しています。
なるほどね。この灯台で籠城してるんですね。灯台では夜になると大きな炎を燃やしますから、中に大量の油が置いてありましてな。やつら我々が去らぬならば、その油を全部ぶちまけて灯台丸ごと焼き尽くしてやると息巻いておる。提督どうしますか。うむ、適当に交渉して夜まで時間を稼げ。野員に乗じて奴らを捕らえるのですか。いや、灯台を燃やすなら夜の方が派手で見応えがあると思ってな。はぁ、これはなかなかの見物になりますぞ。殿下も良い時に来られましたな。はっ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 は。て、提督。ん？冗談にも限度があります。あの灯台が使えなくなったら、一体何隻の船が遭難するとお思いですか？まあそう固いことを言うな、ベルよ。すみませんな、殿下。実はこやつ、わしの末の娘なんですが、親に水、頭が固くていかん。あ、娘さんなんですね。そういう問題じゃないでしょう。もういいです。私が何とかしますから、親父殿は黙っていてください。おお、そうかそうか。それはありがたい。はっはっはっは。あ、しまった。乗せられた。さすがですね、親父さん。で、どうするのだ。う、王子、放っておいてもいいのでは。僕たちも手伝いましょう。明らかにしたでしょ、これ。おお、それはありがたい。ベル、お言葉に甘えさせていただけ。ちょっと親父殿、何を言ってるんですか。ん？何か問題があるか。あるに決まっているでしょう。他国の王子殿下にこんなことをお願いするなんて。その王子殿下がやるとおっしゃっておられるのだ。お断りするのも失礼だろう。またそんな。はあ。ファルーシュ殿下、よろしくお願いします。この人、面白がってるだけなんですけど、言い出したら聞きませんから。はっはっはっは、さすが我が娘、よくわかっておる。笑い事じゃありません。とにかく、灯台に行ってみましょう。何か付け入る隙があるかもしれません。ベルナデットがパーティーに入りました。メンバー、どうしようかな。ゼラセと交代ですかね。チェンジ。オッケー。はい、メンバー、ベルナデット、ステータスは、魔力が圧倒的に強いですね。右下の方も魔力栄翔って書いてありますし、投げナイフ、レンジ L か。まあ、せっかくなんで、ちょっとパーティーに入れておきましょうか。戦闘あるかもしれないんで。海賊って、いつも船に乗ってる印象だから、灯台に立てこもってる海賊なんて、いまいちピンときませんね。まあ、確かに。殿下、お任せしましたぞ。はっはっはっは。なんとなくこの笑い方とかもね、フェリドに似てる気がするんだよな。はい、灯台の周りに来ましたね。ちょっと入る前に宝箱回収です。窓セット7。アジャ検証の伝承を手に入れました。これも武術指南所とかのスキルってことですかね。伝承スキル、やっぱそうですね。さあ、では中に入っていきましょう。海賊、勝負だ。エンカウントするのかな。これはこの中にも宝があるらしいんですけど、特にエンカウントないですね。ひたすら登っていけばいいだけかな。ありました、ありました、宝箱。
兵法書カブラヤを手に入れた。速さの石、速の石かなこれ。今手に入れたカブラヤの陣は全員の攻撃力プラス10、そして防御力マイナス5です。まあ、今は使いません。お、上に行こうとしたらイベント発生です。ちょっと待ってください。海賊どもは一番上でしょう。これ以上行くと奴らを刺激してしまいます。確か外にはしごがあったな。はい、補修や掃除の時に使うはしごがありますが、あなたどうしてそれを。まあ、見てたらわかりましたけどね。まあゲオルグの場合は前から知ってるってことでしょうね。前に来たことがあってな。そのはしごで一番上まで行けるんですか。はい、よし、ここで二手に分かれよう。一方はこのまま階段を登る、奴らと交渉するふりをして注意を引きつける役だ。もう一方は外のはしごで上へ行き、奴らの隙を見て突っ込む、身軽な奴向きの仕事だな。わかりました、私が外へ行きます。僕も行く。リオン頼んだよ。これは一応攻略本確認しましょう。はい、なんかどっち選んでも結果変わんないそうなんで、リオンと一緒に行きましょう。僕も行く。ダメです王子、危険ですよ。危険なのは同じだ。こっちだって油をぶっかけられて火をつけられるかもしれんぞ。あ、そうか。そもそも王子殿下にこんなことさせるのが間違ってると思うんですが。まあ間違いないね。今更だな、こいつはこういうやつだ。はあ、ファレナも同じなんですね。ファレナもってところが面白いですね。え？いえ、軍刀諸国にも王族が率先して無茶をやる伝統がありますから。わかる、誰のことを言ってるか僕はわかります。実は私もそういうの嫌いじゃないんです。では王子殿下、リオン殿、くれぐれもお気をつけて。ベルナデットさんも。ええ、相性いいですね。さーて、メンバーはどうなんだ。二人だけか。はしごはこれですね。さっきここに荷物あったんですけど、溶かされてます。行くぞー。というのゲームだからいいですけど、リアルにこんな高いところ登ってたら怖いでしょうね。うん、あの途中にある扉のってか窓のところ入れんのかな。まあでも設定上入れてもシステム上なんかはしご繋がってないから無理っぽいな。ご到着。何遍も言わせんな、俺らだって好き好んでこんなとこ登ってるわけじゃねえんだ。てめえらさえ出ていきゃさっさと降りてやろう。そちらこそ何度も言わせるな。我々はお前たちを捕まえに来たんじゃない。信用できるかボケ。主人公のリオン、突っ込む準備バター。お前たちごとき雑魚のために軍刀諸国連合艦隊の機関が出てくるとでも思っているのか。身の程を知れ、身の程を。なんだと、あっとも来た。おい、油だ、油持ってこい。上からぶっかけて燃やしてやれ。へっへい、今だ。うひい、なんだてめえら。あ、なて、て、てめえら、どっから入ってきやがった。なんでもいいですけど諦めた方がいいですよ。もう油は使わせません。なんだと？そうだな、諦めた方がいいな。あれ？でも結局一緒に戦うんじゃないか。うわわわわわわ。終わりだ、観念しろ。くそー、女子供に舐められてたまるか。ゲオルグさんもいることを忘れないでね。
お、音楽が。これは幻想水光伝4の戦闘 BGM じゃないか。ファンサービスができてるなー、素晴らしいっすわいやー、結構覚えてないんですけど、いや、聞いたら思い出すもんですね。諸行、行くぞ。氷の息吹、ゲオルグは通常攻撃だ。そして、あ、流水の紋章じゃん。戦闘不能回復か。氷の引きが一番上。じゃあ、これにしましょう。イカズチの紋章。敵全体にダメージ。氷の息吹。いけ！イオンのでも、それなりに痛いでしょう。そんなことはない100もいかなかった。いや、こいつら海賊だけあって氷というか水に耐性があるのかもしれませんねもはや水だけじゃなく魔法に耐性があると思える。くれおお、強い強い。おお、ゲオルグカウンターさすがだわ向こうも氷の息吹だこっちの方が食らう。しかもゲオルグがめっちゃ食らった。え、なに、相手強くね。やべえ、結構強いこいつら。雑魚かと思いきや。やるやん。ちょっと黎明の紋章で頑張ってもらおう。優しさの流れ、これ結構重要だわ。ゲオルグちょっと、 とりあえず数を減らしてくれ。数を、今のままだとまずい。カズチも頑張れ。もうマルーンは範囲攻撃だ。いけ、よし、一体倒した。重い、回復バッチリ。しまったな、初攻で真ん中やっちゃったけど両サイドの方が良かったな。あ、違う、サイドにやったのこれ。あ、違う、目標にしてたやつがいなくなったから勝手に切り替わったんだ。右のやつも倒れそうっちゃ倒れそうですね。倒れろ。倒れねえ。ベルナデッドがやべえな、すげえ食らう。しかも優しさの流れだと。やるじゃんちょっとマジで思ったより強えこいつら。数を減らせ。だからこっちだって優しさの流れはあるんじゃ。ゲオルグ頼むぜ。違う違う、氷のエブキー気象、これが最後だな。あ、ゴズの紋章も使えない。仕方ない、こっちだ。はい、フーク。くらえ。これで右の前にいるやつは倒れるはず。切り裂け。おお、後ろのやつも倒した、素晴らしい。ゲオルグナイスカウンターもう相手は回復で手一杯ですね。敵のボウガンのやつは絶対ベルナデット打ってきますね。またお任せでいいかな、十分でしょ。はいベルナデットの攻撃が弱い。しまったら、せめて攻撃目標を変えてくんないと。強力攻撃するか。いや待て、リオンはちょっと回復させないと危ないかもしれない。優しさの雫、ベルナデットに、通常攻撃。まずは雑魚を倒そう。氷の息吹食らえ。
999、素晴らしい回復です。相手ボスもひよってるひよってる。はい、倒しました。58,800 ポッチか。そんな美味しくなかったな。経験値はすごいですけど。ブルーとバルーが39レベルまで上がった。反撃の雰囲気とマジックグローブゲットです。あ、マジックローブだ、ローブゲットです。うまくいきましたね。はあ、どうした。いえ、こんなバカどもを抑えるのにお手を煩わせたなんてと思いまして。気にすることはない、こっちが好きで首を突っ込んだんだな。あ、イエス。ともかく皆さんのおかげでケリがつきました。ありがとうございます。すぐに兵たちが上がってきます。後始末は彼らに任せて我々は戻りましょう。イエスサー。お、出たらイベントです。やりましたな殿下。いや、お見事。ベルもよくやったぞ。はっはっはっは。ごたごたしてしまって申し訳ありませんでしたが、これでようやく本題に入れますな。それで提督、いや、何もおっしゃらずともよろしい。ご用件は分かっております。軍刀諸国連合では今回のパレナの混乱をあくまで内乱と考えています。どちらの勢力が正当であるかはパレナ自らが決めることであって、我々は干渉しない方針です。というのが建前ですが、それではつまりませんな。え？ベル、ミノエンクルデス出航準備だ。我が艦はこれより王子殿下を支援し、ゴドウィン家を打倒するため無期限の作戦行動に入る。え、マジっすか。いや、やめてください。オベルの養生会議に知れたら罷免じゃ済みませんよ。それどころか連合とファレナの戦争になってしまいます。何を言う。お前は遠路はるばる来られた殿下を手ぶらでお返しするつもりか。わかりました。私が行って殿下のお手伝いをしますから。おお、そうかそうか、それはいい。また父親の手のひらの上で踊らされてるな。あ、しまった、またやられた。殿下、おやつもこう申しておりますので、連れて帰ってこき使ってやってください。ありがとう、ベルナデットさん。ありがとうございます。いえ、そんな無理に。いや、素直にお礼言っておきましょう。ここは、はあ、そう言っていただけると嬉しいです。ハルーシュ王子殿下、よろしくお願いいたします。こちらこそ。ベルナデットが仲間になりました。うむうむ。しかし、お前一人行かせるだけでは殿下に申し訳ないな。お、まだ他にもいるのか。殿下、実を言えば軍刀諸国にもゴドウィン派と親しい勢力があります。彼らは今回の艦隊式をきっかけにゴドウィン家との結びつきをより深めようとしている。わしは何としても彼らの動きを抑え、軍刀諸国が中立を保つよう力を尽くしましょう。いや、殿下のためばかりではありません。わしもゴドウィン家の姿勢は危険だと考えておりますからな。提督、わしにはこれくらいのことしかできませんが、足りない分はベルがやります。遠慮なく何でも申し付けてやってください。見た目より頑丈にできておりますから、少々の無茶にはびくともしませんぞ。はっ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 は。もう少しゆっくりしていただきたいが、
殿下も国元を長く留守にされるのはご心配でしょう。イエス。提督、いろいろとありがとうございました。いやいや、礼には及びません。頭をお上げください。そうですよ、殿下。この人、面白がってるだけなんだから。え、でも。さ、参りましょう。あの。あれは、軍刀諸国にいる限り、わしの娘として扱われる。良くも悪くもな。外を知るにはいい機会だ。迷惑をかけるかもしれんが、よろしく頼む。ああ。提督。いや、何も言わんでいい。あの子を見ていればわかる。フェルドはきっと幸せだったのだろう。あの子のためにも少々気張らねばならんな。やっぱり兄弟なのかな、フェルド閣下と。気になる。いつか判明するのかな、楽しみですね。また船に乗らなきゃいけないんですね。仕方ないのはわかってるんですけど、思い出しただけで。リオン。なんか可愛いな、リオン。こう、普段、私がやりますみたいな感じで強気でいるんですけど、弱音を吐くっていうのが珍しい。はい、今回はここでやめたいと思います。次回は、本拠地に戻ればいいのかな。はい、そしてイベントを進めていこうと思います。この動画、良かったなぁと思えたら高評価、また見たいと思えたらチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴、ありがとうございました。動画の配信予定はチャンネルの概要欄と Twitter の固定ツイートに記載しております。よければこちらも参考にしてみてください。 Twitter の URL は動画の説明欄にも記載してあります。それではまた別の動画でお会いしましょう。